ふうに男性がガッと入ってきたときに、そういうふうに見えるよね。だってこれこっち側に動かすんだから。普通はこういうふうに動かそうとしてるわけじゃない。左腕ですね。例えば、右腕左を同一方向に動かそうとする。だけど僕の場合は、グッて、こっちはこっち、こっちはこっちだから、両方が反発してる動きになるよね。だからヘッドがバーンってこうやって走る。ちょっと改めてシリーズのところで、改めてカウンター理論を。カウンター理論、リュウハラさんのスイングといえば、流れるようなスイングっていう言い方もされたり、特に、ケレミのないスイングっていうか、無駄のないスイングっていうので、すごい評価を受けてきて、で、初めてこう、レッスンの話を聞いたときに、これ、淵明さんから言われたんですけど、湯原さんは逆の動き入れてる。バックスイングは左。ダウンスイングは右に回転してるイメージを、まあ、回転する動きを入れてるって表現されたの。にわかに信じられなかったって言葉だったんですけど、それでも逆、いつ気づいたんですか？いつ気づいた？要は、バックスイングで体重右に、ダウンスイングで体重左に乗せていけば一番こうシンプルに力が入りそうな雰囲気ですし、いや、それは入らないと思った。すぐわかったんですか？例えば構えてて、バックスイングするときって、全部同じ方向に動くってことでしょ？まあ簡単に言うと。そうすると、なんか物を持ってると、用意しよう。このまま、はい、用意しようってやってって、スピードになる。それは割とクラブにいて早めに気づかれたんです。まあ、これは本当に僕は自分の中のラッキーの一つだと思うけど、当時で、まあ、小学校入るか入らない前から、ドライバーをまず一本、父親に頼み込んだから、本物を作ってくれた。で、その頃っていうのは、子供用のクラブなんて存在しないから、まあ、要するに大人と同じようなものを、すべてをちっちゃく、要は縮小して作ってくれた。で、かなりの重さがある。だって、幼稚園の年長さんぐらいの子がよ、その重さのものを振るのにさ、普通だったら振れないじゃない。重いんだ。今みたいにカーボンあるわけじゃないし、チタンのヘッドがあるわけじゃないから。重いものをビュンって振るためには、こうやってこうやって振ったら振れないよ。だから、ビューンってバックスイングするときっていうのは多分こっちに来ただろうし、ダウンスイングしたらこっちに来ただろうしっていうふうに、この重いものがビューンって動くのとは逆の方に動いとく、逆の方に動いとくってしなかったら、自分が引っ張られてどっか行っちゃうの。だから自然にそういうものを、まあ、ある意味自分の体のスペックにしては大変重いものを振ったことによって、それはできたものかなっていう。最初に聞いたイメージは間違ってますか？逆の回転を入れるっていうのは、ちょっと。いや、逆の回転っていうのは、例えばね、男性が入ってきたら、こう来たら下がこっち側に動くっていうのは一つ極端な例であって。ね。で、例えば、淵明さん的にそういうふうに男性がガッと入ってきたときに、そういうふうに見えるよね。だってこれこっち側に動かすんだから。普通はこういうふうに動かそうとしてるわけじゃない。左腕ですね。例えば、右腕左を同一方向に動かそうとする。だけど僕の場合は、グッって、こっちはこっち、こっちはこっちだから、両方が反発してる動きになるよね。だからヘッドがバーンってこうやって走る。でも、走ってるっていうのは何かっていうと、いつも自分の胸の前にヘッドがバーンってあるように、振るための方法で多分本能的にこういうふうにやってたんだと思うね。本能的に。本能的だと思うよ。だって勝手に行っちゃうのは嫌なんだ。重いんだから。重いんだから行っちゃうんだ。だって行っちゃったら違うところへ弾飛んでいくのが分かってるわけだから。だってクラブのフェースが自分が思ってるところに向かなかったら全然違うところへ弾飛んでいっちゃうの。で、なおかつもともと僕フッカーだから。フックしすぎの嫌だった。ああ、フックしないようにしないようにって言って、クラブのフェースを自分がコントロールすべに、としてここでギャッてカウンターをバッて働かせる。で、なおかつ、やっぱり引くっていうことを本能的に多分やってたと思うよ。で、よく左の肘って、こうなっちゃダメですよって、よく伸ばせって、まあ僕も表現するからいけないんだけど、本来は、
バックスイングするときっていうのは、右の、右サイドってちょっと引いてるよね。だって、こうはバックスイングしてないわけでしょ。だから絶対に、左サイドは伸ばしながら、右サイドっていうのを引っ張ってる。今度は、ダウンスイング入ってインパクトになったら、今度は入れ替わって、右サイドは伸び続けるけど、左サイドっていうのは、やっぱり、ちょっとこう引いてないと、合わないよね。右と左の。っていうことは何かって言ったら入れ替わってる。だから、肘が伸びてたらできないのよ、それ。アプローチも多分そうじゃない。なんか、っていうのが正しいっていうふうに思っちゃったけど、現実はこのままいけない。このままで回らないだけで少なくともこうやって肘がたわんでこなかったらできないじゃない。あ、そういう形じゃない。これ。これがさ、こういう感じ。だから、これの形が必要だよっていうのは、それをすごく僕は言うんだけど、どうしても皆様こうしたくてしょうがないわけよ。ここはどうするんですかって。だから本来は、こうなるから、この入れ替わりがここで行われてるから、その手元をこっち側に自分の方に引きつけながら、こうやって腕が出ていかないようにできるのに、こうなった瞬間に、確かにこのインパクトに向けては伸ばしていきましょうね。でそうすると、その必然的にこれがターンしてくるわけだから、肘の位置っていうのは、こういう風にたわんでなかったら、自分を引っ張ってこれないじゃん。行っちゃうの。だって外にこうやって行くのが一番ダメなんだから。インパクトでしっかりガンってこうやって自分のフェースの向きをコントロールしながら、ここでパワーを与えといて、ここで入れ替わる。だからこれが入れ替わるときに邪魔しないようにしなきゃいけない。こうやってったら邪魔しちゃってるじゃん。もうそこ。ずれてっちゃうじゃん。内戦終わってるわけですよ。いや、だってこういう風になるから、こっち側に保ちながら、この肘っていうのは、こうやって曲がっていくわけじゃない。いや、ずーっと伸ばしてっていうのは、できないよ。人間の体の構造上。カウンター理論に戻りますけど。はい、はい。あとは、ところどころ、部分部分でいろいろかかるわけですよね。かかってるはず。そうじゃないと、その位置を保持できない。だから、やっぱゴルフって、こういう動きを意識しすぎるかなって。だから、いつも、クラブのヘッドがあって、塔側がいつも上を向いたまんまこうやって振らなきゃいけないのに、なんか違う方向向いてもいいんじゃないみたいなことを皆さんは考えすぎるかなっていう。常に塔側が上を向くっていうのは、ツーじゃないよ、塔だよ。塔側、そう。上に向くっていうのは、だってそうしなかったらクラブのフェースの向きが違う方向へ向いちゃうのはどうやって合わせるの？これキーワードですよね。キーワードでも常識じゃないでしょうか。要は、お互いが相反した動きをするから、その位置をキープできるっていう。こうなっちゃったら違う方向を向いちゃうでしょ。だから、同一方向じゃなくて、お互いが反発するようにすることによって、この位置を自分がコントロールしましょうねっていうことなのね。だから、そのフェースの向きっていうのはいつも自分で特定できるし、いや、今どこの向き向いてるんですかっていうのは分かんなきゃダメですよっていうのはそういうところにある。だけど、こうやってやっちゃったらいつどこ向いてるか分かんないでしょ。で、それが行かないように自分がこうやって、この位置の中立位を保つために、塔側が、まあ、例えばこれが塔側としたら、塔がいつも上に上に上にあるように使いましょうねっていうふうにするためにお互いが反発しなかったらできないじゃん。中立位についてちょっと説明してもらっていいですか？中立位。中立位、ああ最後補足でってことで、こういう感じでって、張った状態でっていう。ああ、はい、分かった。多分、それっていうのは、この自分の体とこのクロブフェースのこの位置関係っていうのを保つために、いろんな動きを多分、加えてる。だからそれが、例えばその、内線、変えないっていうのかな、はい、まあ、いろいろこう、内側に力を加えるっていう風な時に、まあ、常時やってるわけじゃなくて、例えばバックスイングをしてダウンスイングで、特に左の前腕が、その内側にこういう風に動く、それから右の前腕が内側に向かって動くっていう風に、動きやすいようにバックスイングをしておくことによって、このクラブヘッドっていうのはいつも自分の胸の前にあるっていう、その要はこうやってできるだけずれないっていう、
ためにお互いの力をこう反発させる。まあだからそれが、まあ、カウンターといえばカウンター。だからスピードを出させるためだけではなくて、できるだけ自分の体のそのヘッドをコントロールするために位置をこう特定をして、そのポジションをだから中立の位置にいるように、だからこっちにもできるだけずれない、こっちにもずれないっていうふうなことをすると、このクラブフェースっていうのはいつも自分が意図としている方向にこうやってスイングをしてても向いてくれるので、そうなりやすいようにお互いのテンションを掛け合ってるっていうことが多分言ってることだと思う。